ヨアン・グフランは、フランス・パリ近郊のビルヌーブサンジョルジュ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。グアドループにルーツを持つ。アララト・アルメニア所属。カーン2001年にレッドスター FC93 から SM カーンの下部組織に移り、2003から04シーズンにトップチームでのプロデビューを果たした。2004から05シーズンにはリーグワンデビューを果たした。2005から06シーズンには、チームは前シーズンにリーグ2に降格しており、このシーズンではリーグワン復帰はならなかったものの、グフランは8ゴールを記録するなどブレイクした。2006から07シーズンは15ゴール、4アシストを挙げ、チームをリーグワンへ復帰させる立役者となった。このような活躍から、グフランはリーグで最優秀選手賞を受賞した。そして、2007年オフでは、チェルシー、バレンシア、PSG などのクラブが獲得に名乗りを上げたが、結果的にはアーセナルが仮契約を結ぶまでに至った。チームがリーグワンに復帰した2007から08シーズンも10ゴールを上げ前、シーズンと同様に活躍した。2008年オフにはアーセナルへの移籍が決定的となった。しかし、グフランはフランスに残るという意向を示したため、プレミアへの移籍はならなかった。ボルドー・グフランは結局ボルドーへ移籍することとなった。移籍金は650万ユーロ。背番号は7。2008から09シーズンは前述のようにカーンでの活躍からフル回転が期待されていたが、期待通りの成績とまではいかなかった。しかし、2009年5月30日の2008から09シーズンのリーグ最終節、グフランは、ボルドーをリーグワン制覇へと導く唯一のゴールを決め、チームはオリンピックリヨンのリーグ8連覇を阻止した。ところが、それと同時に古巣のカーンをリーグ2へ逆戻りさせてしまう結果にもなってしまった。2009から10シーズンも同様に通年の活躍はできなかった。2010から11シーズンはヨアン・グルキュフがリヨンへ移籍した抜けた穴を埋める。新エースとして期待されていた。しかし、その抜けた穴を埋めるということはできなかった。2011から12シーズンより2年契約で契約が更新されることとなった。背番号も9に変更となった。2011年10月29日に行われた第12節の AC アジャクシオ戦では2得点を挙げ、第4節のバランシエンヌ FC 戦以来の8試合ぶりの勝利をもたらした。グフランはこの試合で、ボルドーでの通算出場試合数が130試合となった。第13節の PSG 戦でもゴールを挙げた。第11節のスタッドブレスト29戦でもゴールしたため、グフランは連続3試合で4得点を挙げていることになる。11月26日に行われた第15節のカーン戦では、ボルドーに移籍後では最多となるシーズン6ゴール目を決めた。最終節の AS、サンテティエンヌ戦でもゴールを決めた。最終的にボルドーに移籍後では、最多、カーン時代を含めると、自身2番目となるシーズン14ゴールを決め、チームの UEFA、ヨーロッパリーグ出場権獲得に大きく貢献した。ニューカッスル2013年1月23日にイングランドプレミアリーグのニューカッスルユナイテッド FC に完全移籍した。移籍後の会見で、この素晴らしいクラブに加われることを本当に誇りに思う。歴史、素晴らしいサポーターを持つイングランド屈指のクラブでプレーすることへの挑戦にとても興奮している。とコメントした。移籍早々、1月29日のアストンビラ。FC 戦でスタメン出場。得点には絡まなかったが、リーグ戦で低迷しているチームの勝利に貢献した。ギョズテペ2017年7月17日、ニューカッスルとの契約延長のオファーを断り、スユペルリグのギョズテペ SK に移籍した。アララト・アルメニア2020年2月1日、アララト・アルメニアに加入した。2004年までは、フランス U-17 代表。2006年まではフランス U-19 代表に所属しており、2005年には UEFA U-19 欧州選手権で代表の優勝に貢献した。2006年5月以降は、フランス U-21 代表で、同年の UEFA U-21 欧州選手権でのベスト4進出にも貢献した。A 代表に選出されたことは未だないものの、W 杯南アフリカ大会の代表候補にも名を連ねた。ありがとうございます。